ウライアン・ダグラス・ウィリアムズはアメリカ合衆国の NBC の夕方のニュース番組 NBC ナイトリーニュースのアンカーを務めていたことで知られる。ニュース専門チャンネルの MSNBC のチーフアンカーである。2007年にはタイム100の世界で最も影響力のある100人にも選ばれた。ウィリアムズはアイルランド系カソリックの裕福な家庭に生まれた。母はドロシーメイ。 父はニューヨークの全米小売商協会の元取締役副社長のゴードン・ルイス・ウィリアムズ。ウィリアムズは4人兄弟の末っ子であった。幼少期ニュージャージー州リッチウッドからニューヨーク州エルマイラに転居した。エルマイラで約10年居住し、中学生の頃にニュージャージー州ミドルタウンに転居した。ミドルタウンのニューモンマス地区にある ローマカソリック系のメイターで高等学校を卒業した。高校時代の3年間、ミドルタウン地区消防局でボランティア消防隊員を務めた。パーキンスパンケーキハウスでウェーター助手をしたのが初めての労働であった。高等学校卒業後、ブルックデールコミュニティカレッジに進学し、その後、カソリック大学、さらにジョージ・ワシントン大学に編入した。しかし卒業せずに、 当時のジミー・カーター大統領政権でインターンとして働いた。大学についてウィリアムズは現在遺憾に思っている。ウィリアムズは計18単位を取得した。1981年にカンザス州ピッツバーグのコム TP で初めてテレビ局での仕事を始めた。翌年よりワシントン DC の WTTG、その後ペンシルベニア州フィラデルフィアの和歌を その後 CBS 系テレビ局で記者として活躍した。1987年初頭、ニューヨークの WCBS で活動し始めた。1993年から NBC ニュースに参加し、全国放送の週末版 NBC ナイトリーニュースのアンカー及びホワイトハウスのチーフ特派員を務め、その後 MSNBC と CNBC で放送される。 ザニュースウィズ・ブライアン・ウィリアムズのアンカー及び編集長に就任した。2004年12月2日から平日版 NBC ナイトリーニュースのアンカーを務め、初年度にスマトラ島沖地震、ハリケーン・カトリーナを報じた。NBC の人事部は津波及びニューオリンズスーパードーム内部からのカトリーナについての彼の報道への業界観測筋からの称賛により NBC ナイトリーニュースは 前任のトム・ブロコーよりも、ウィリアムズの番組であると認識している。彼の活躍により NBC は、ピーボーディ賞を獲得することができた。ピーボディ選考委員会は、ウィリアムズ及び、ナイトリーニュースのスタッフについて、ハリケーン・カトリーナの報道の素晴らしさは、非常に高いレベルであると評した。また、ウィリアムズは、ハリケーンの報道で、ジョージ・ポルク賞を受賞した。2007年前半、 ナイトリーニュースは ABC ワールドニュースより視聴率で負けたが後半に巻き返し2008年初週には大幅に引き離した。マーケットウォッチのジョン・フリードマンによりウィリアムズはウォルター・クロン・カイトに匹敵すると評された。NBC ナイトリーニュースをトム・ブロコーから引き継いだ際の年俸は800万ドルで2006年10月1000万ドルに上がったと報じられた。 2011年10月4日火曜日、ウィリアムズは、ドラマ、ザ・プレイボーイ・クラブの打ち切り後の10月31日月曜、日東部標準時22時から、ニュースマガジン番組、ロックセンターウィズ、ブライアン・ウィリアムズの司会を務めることが発表された。ニューヨークのランドマークである、NBC スタジオがある、ロックフェラセンターのニックネームにちなみ名付けられた。プライムタイムに放送される。 NBC のニュース番組はこの約20年で初めてであった。2013年5月10日、NBC は視聴率低迷と高級的な放送時間帯を決めることができなかったことからロックセンターを打ち切ることを決定した。6月21日、最終回が放送された。ウィリアムズはこの打ち切りを屈辱的に感じていると報じられた。ジョン・スチュワートによるザ・デイリーショーの セレブリティゲストインタビューにたびたび出演している。デイン・クックが司会のサタゲーナイトライブ第32シーズン第1回のウィークエンドアップデートのコーナーに出演し、その後第33シーズンの2007年11月3日、2007年から2008年、全米客本格ミアイストライキ前の最後の放送で司会を務めた。これによりウィリアムズはサタゲーナイトライブにおいて最初で 現在のところ唯一司会を務めたアンカーとなった。2010年2月22日、バンクーバーオリンピックの中継中、カナダの CTV の同性同盟のスポーツキャスターであるブライアン・ウィリアムズと CTV オリンピックのセットで共演した。複数のメディアが1988年、カルガリーオリンピックのフィギュアスケートで起こった、ブライアン・オーサーとブライアン・ボイタノの対決になぞらえ、 NBC のウィリアムズの地味なセットと CTV の豪華なオリンピック中継のセットを比較し、ブライアン対決と記した。デートナイトウィズ・ジミー・ファロンにレギュラー出演し、ハウスバンドのザ・ルーツをバックに、それまでの1週間のニュースをウィリアムズが語り、ジミー・ファロンが歌で繰り返すスロージャムを披露していた。またライバル曲である CBC で放送されているにも、かかわらず、 デートショーウィズ、デイビッドルターマンにも何度も出演した。2011年7月26日の放送では、テレビパーソナリティのレジス・フィルビンのモノマネを披露した。デートナイトウィズ、コナン・オブライエンにも何度か出演し、インタビューや、その他のコーナーに登場した。NBC のコメディドラマ、36区、ロックに、風刺化された本人役でたびたびゲスト出演した。 第3シーズン、選ばれし者のエピソードで、ウィリアムズは、トレイシー・ジョーダンのための提案の電話を自宅で受ける。第4シーズン、オーディションデーのエピソードで、ウィリアムズは、TGS の新しい出演者をオーディションする。またウィリアムズは、劇中で、リズレモンをあざけったこともある。2012年4月、第6シーズン生放送で、アポロ13号のニュースを報じるアンカーを演じた。 2007年、セサミストリートのスペシャル版に出演し、今日の言葉として、スクイードと発表した。2008年、再度、セサミストリートに出演し、セサミストリートナイトリーニュースのコーナーで、自身も被害に遭った突発性マインイータスについて報じた。2009年、セサミワークショップベネフィット柄の司会を務めた。2012年5月、 ナショナルモールで行われた長治ワシントン大学の卒業式でスピーチを行った。2013年、息子ダグラスが卒業するイーロン大学卒業式でスピーチを行った。2014年5月22日、学生が作成した動画がきっかけとなり、テネシー州ナッシュビルにあるリプスコム大学で行われたヒルウット高等学校の卒業式でスピーチを行った。 2015年1月にそれまで12年間にわたってウィリアムズが何度も繰り返し語ってきた2003年に米軍ヘリコプターでイラク取材中に地上からロケット砲で攻撃され被弾するという恐怖を体験したという話が事実に反すると元兵士から抗議され同年2月に嘘であったことを認めた実際には米軍ヘリ3機が砲火を浴びた1時間後に 同じ地域を飛んだ、別のヘリに登場したに過ぎず、攻撃も被弾もなかった。記憶違いだったと自身の番組で釈明し謝罪したが、NBC は、ナイトリーニュースの一時降板、半年間の無給処分を決めた。2005年のハリケーンカトリーナの被災地取材の際に、目撃したとされる話にも虚偽が疑われており、調査された。2015年6月に正式に降板が決定。 2015年9月に MSNBC のチーフアンカーとして復帰した。1986年6月7日、コネチカット州ニュー、カナンのファーストプレズビテリアンチャーチで、ジェーン・ギラン・ウィリアムズと結婚した。現在ニューカナンで妻と、子、アリソン、ダグラス及び2匹の犬と共に暮らしている。娘アリソン・ウィリアムズは、女優で、現在、HBO のガールズに出演中である。 2005年、ベーツ大学から文学の名誉博士号を授与された。ウィリアムズは地方、全国にかかわらず、ナスカーの熱狂的ファンである。幼少期、ニューヨーク州北部全土で行われたダートトラックでのレースに参加したのが最初であった。1999年スプリントカップシリーズにおいて、ホームステッドマイアミスピードウェイで行われたペンゾイル400が NBC で ナスカーオン NBC として初めて放送され、ウィリアムズはスタジオで司会を務めた。2年後の2001年、ニューヨークで行われたナスカー祝勝会で、ウィリアムズは数ヶ月前にデートな500で亡くなったデール・アーンハートのトリビュートビデオの司会を務めた。アーンハートとウィリアムズは親友であった。2012年の野球をテーマにしたロックセンターウィズ。 ブライアン・ウィリアムズのコマーシャルで出演者たちは野球のユニフォームを着用した。ウィリアムズはカンザスシティロイヤルズ監督のネット・ヨストに似たユニフォームでアーンハートとの友情の証に背番号3をつけた。ウィリアムズは NFL のニューヨーク・ジャイアンツのファンでもある。第46回スーパーボールでジャイアンツが優勝した際、ウィリアムズはファンであることを公表しただけでなく、 ジャケットの下に、ジャイアンツのユニフォームと、セーターに似た灰色のネクタイをしていた。チャンネル中にニュースウィズ、カイルカー,アーティス。ありがとうございます。